ちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。髪をまとめましょう。このクリームで。いや、白いあのブラウス。アンニョン。アンニョンアンニョン。白いブラウス、白い服はいいですね。顔が明るくて。ファンピです。なんかもう夜になっちゃった。私も気づいたら気づいたらなんか一日って早かね。ほんとマジで起きるのが遅いんです。私が可愛いかろう。マジで可愛いか。白い服っていいね。めちゃめちゃ顔が明るく見えます。こんにちは。こんにちは皆さん。高級そう、本当確かに高級そうに見える。ちょっとプレゼントでもらったけんか分からんけどいくらかは。下に着てるのあれですよ、ヒートテック。普通の見える普通のババシャツことヒートテックです。友達と出演の交渉しました。でも全然出る出るって言ってました。配信話すことなくなったら出るからって言ってましたけどあ、確かにね、なんかなんか医療系にも見えることはない。全然昼じゃなかった、ごめん。でもまあ私にとっては昼けどね、16時。毎日遅すぎて活動時間、すいません、すいません、すいません。お友達はね、もう朝早くから出ていないです。ずっといないとか、起きた時からいないんだよね。そう、起きた時からいないのもうライブに行っちゃった。楽しんどるかな今。何しよってやろう。ライブってそんな1日かかるかな、遅っ帰ってくるのって思いながら。全然連絡も来ないんです。昼公演に行ったって言ってたんだけどね。夜公演はチケットが取れなかったから昼公演に行ったらしい。物販とか並んでる。あ、グッズか、グッズ。あ、なるほど。あ、言ってたな、グッズのなんか欲しいのがあるみたいなこと言ってた気がする。すっごい楽しそうだった昨日の夜すっごい楽しそうでしたよ。明日はこうしてこうしてみたいな、こういう紙にしてこういうネイルチップはこれでいこうみたいなやって、めちゃくちゃあれしてました、準備してました。で一緒にテレビで何ライブのアルバム、シングル違うアルバムかな、アルバムのPV、MV を見て予習しましたそう行かないけど私は。そう、見て予習しましたね。あ、結局多分 JO1 です。 JO1 多分 JO1 です。今日やってるコンサート、 JO1 って言ってたわ多分。すごかったよ、もう気合入りすぎててすごかった。やる気満々、超楽しそうやった。今日の朝もめちゃくちゃ早く出かけましたね。そう、もう私は寝ぼけてて、一応一回起きたけどそんな喋ってないもうバイバイって言って行きました。めっちゃ早かったよ、もう始発とかで行ったじゃない、有明アリーナ。そんな早くから並ばんといけんとって言ってから。 JO1 さんだ、そう JO1 やっぱそうだ、行ってるのかな。なんかでも一人で行くって言ってたけど、行ったらお友達がいっぱいいるって言った。誰推しって言ったかな、ちょっとね私ね分からんさ。
誰も分からんちゃけど、なんて言ったかな、なんて言ったか、いっぱい聞いたけ忘れたいっぱい聞いたけ誰はしやったかな、ちょっと分からんけど、しかも私めちゃくちゃ間違ってたの、めちゃめちゃ間違ってたの。 JO1 さんって韓国でデビューしてるんやと思ってたんですよ、ずっと。そしたら日本人で日本でデビューしてるグループらしくて、全然知ら、全然私勘違いしてた、知らなかった。なんえ、じゃあなんでさ韓国語の歌歌ってるのって言っていっぱい聞きました。ちょっとあの詳しくなりましたけど、すっきり、あ全然見らんけわからん。自分はあ、そうでしょ、韓国のグループじゃないんだって。で昨日めっちゃ驚いた、え嘘やんって言って、なんで韓国語歌いよっとって言って、そうどういうことかちょっとよく最初は分からなかったけど、聞きよったらあ なるほどみたいな。なんかね、吉本と韓国の事務所みたいな感じで言ってましたね、吉本らしい。それもびっくりしました。 JO1 ってあ番組で出来上がったのか、あのオーディションのやつか、へー、 あなるほどね、プロデューサーさんが韓国の人なんだ。ゆゆこんばんは、違うね違いますよ尾上です。そうなんだ、不思議やったね。韓国語を歌って日本でデビューして、韓国ではデビューしてないって言ってたよ確か。ちょっと学びましたね。難しいですよ。でもね、結構いっぱい好きで、そのお友達はいろんなグループ、リミターも違いますね。そうだけ、いっぱい教えてもらった、なんか最近のアイドルグループ。クラノーさんでもないね。ね、複雑に感じるけど、ちょっと知らない人からしたら超複雑には感じるけど。そう、めっちゃあのハマってるって言ってました。あ、ネルちゃんでもないですよ。だってすごいや。あの、日本語も英語も韓国語もさ、なんか、覚えてるのかな。だ、そもそもその子はそんなにその外国語を喋れるようなタイプじゃないんですよ。けどなんかそのアーティストが好きで覚えたって言ってました。韓国語も歌うし英語も歌うって、歌だけは覚えとったかな。すごか、すごかよ。しかもね、韓国語は喋れんけど聞き取ることはできるって言ってました。すごいね、すごいすごい。長崎弁を覚えれるのが一番すごい。難しいけん、ついちゃった。リップグローバル、なるほどね。そうでも私もびっくりしたの、その MV2 週間で1000万回とか再生されてるんだって。びっくりしました。すごかね、1000万回ですよ。でなんか2000万いくとか言ってました、そろそろね。えあとマジでさ、ショックなこと聞いて、ね、このさ私のさあのお気に入りの時計なんですけど、これ超えてるの。これで朝からマジで惑わされた、起きる時間遅くなった、これのせいで。ねこの時計壊れてるんだけどさ、絶対壊れてないんです。どういうこと？壊れてるんだけど、でそうなんかね、どうやったら直せる？ちょっと誰か教えて。でこのさ強制受信ってとこ押したらさ、受信してよマジで。電池が悪いのかな。だって買ったばっかりですよ、言うて3ヶ月とか4ヶ月とか5ヶ月とか6ヶ月ぐらい前なんですけど。ねえ受信してる、動いてはいるんですけど時間が全然
電波時計だよ。え、違うの、これ電波時計じゃないの。電波時計だよねきっと。ほら全然時間違うんだもん。窓際、違う、聞いて、この間さ、あのウームゴルフの動画を見ようとして、みんなでこれでこっちで持ってきたの、テレビの前からね。それであの違う窓際に置いてたら壊れちゃったんです。これそんなことありますかお気に入りのフランフランなのに、てか超不便、普通にこの時計ないと。ほんと、じゃあ電池変えればな、サマスターザじゃない、でもそっぽく見えるやろ、超おしゃれなんだ、キラキラ、かわいい。これはフランフランです。フランフラン超お気に入りの時計なんですよ。早く電池買って入れよう。電池変えたら治るんかな。マジでさ、マジでさ、めっちゃくちゃ不便なんだけど、時計ないと。よし、時計ば買ってくっけん。あ、違う、電池ば買ってくっけん。電池ば買ってきて、強制受信ば押せばきっと治るはず。電波時計だよねきっと。叩いたらいい。4回ぐらい叩いたけどな。なんでやねん、なんでやねん。今日はね、私ね、今日夜ご飯作って待ってようかなと思ったの、お友達をね。そうけど、なんか友達東京のご飯食べたいかなと思って迷ってる、作るか作らんか。そう、別に作ってもいいけど、なんか東京のご飯食べたいかなっていう話をしてたんだよね、結局決まらずに。作って待ってて、マジで。おいすきのご飯も東京のご飯なわけないでしょ。いつでも食べれるよ。いつでも食べれんけど、東京のおみちゃんご飯何がいい。逆に何が食べたいかな。作るとしたら何食べたいかな。何がいいと思う。いやね、私もダイエット、あー、ジョジョ園いいね。ジョジョ園いいな、いいな、ジョジョ園。ご飯食べたいって、いやー、何ば作る。そうなれば何がいいっちゃろ。何がいい。牛、牛宮城、せっかくいいですが料理をする。ああ、え、昨日行ってたとこ、お誕生日のあれ。あ、炊き込みご飯いいね。炊き込みご飯いいわ。あ、いいね、鍋簡単やしね。あ、鍋いいね。でもね、私ももうあのダイエット解禁されまして、鍋ね、キムチ鍋いいわ。鍋はいいかもしれんね。カレー、カレーいいな。カレーも食べたくなってきた。でもカレーとか結構さ、いいよね、明日の朝も食べれるし、いっぱい作っとけば。あ、宮迫さんのお店か、あの、え、渋谷のやつ、渋谷じゃねっけ、え、違う、そうね、買い出しとかめんどくさそうや。カレー鍋だ。あ、カレー鍋ね、いいね、いいな、いいな。顔の幅顔の幅、渋谷ですか。 TikTok でよく見るわ。高そうでも、めっちゃ。お買い物ご飯に行ってきますって。何食べると、何食べようかしら。胡椒鍋、美味しそう。私胡椒とかさ、ブラックペッパーとか好きやもん。うわ、いいね、カレーうどん大好き。私カレーうどんマジで好き。カップラーメンのカレーうどんとかも好きで美味しい。お礼はいつですか今からさ、これば書こうとしたっちゃけどさ、あの、私写真撮ってないことに気づいて、今めちゃくちゃ焦ってるんだけどあれ、これ写真撮ってないぞと思って、せっかく書いたけど。
って思う、ちょっとこんがらがってきてるんだよね。だからちょっと消せないなと思って消せないなっていうね、一人で慌ててます。すんません、すんません、どうしようどうしよう。前回書いたやつの写真を取り忘れてるっぽくて、どうしようか、そうどこを消していいか、どれを消しちゃダメかわからない。でもこれは消していいっぽいから、これは消そう、とりあえず。で、初日にブリントさんが投げてくれたあのスポーツカーのお礼を先に書きますねごめんなさい、私のこの本当にテレンパレン症が、テレンパレン病が。あれ、上とティッシュ、あれ上とティッシュがないんやけど、あー、あっちにある、どうしよう、ちょっと待ってて。背中に書いて、美しい背中に、今日天気いいとかな、今日の天気はどう、ちょっと見てみるか。え、なんか暗くない、もうこの時間こんな暗いと。なんか冬ってさ、なんかさ、普通に好きやけどさ、なんか日暮れるの早すぎて嫌だ、嫌だ。いい天気か、そんな寒くないしね、今日ね。ーよし、ウェットティッシュ、そこ派手でしょ。この部屋めちゃくちゃ明るい、私の部屋あったかい。あら、4回目打ってきましたって。熱出らんかな、大丈夫ねえ。ワクチンってさ、熱出るけん嫌だよね。まあワクチン打ったことないんだけど打ったことないんだけどね。誰をキスんですか、秘密。こんにちは、プニオくん、こんにちは、尾上瑞希です、よろしくお願いします。ヘラヘラしてるのに感染してません。え、私のこと、私ヘラヘラしてるけど感染してない全然。でも私結構引きこもりだからね、東京では。友達いないし、そんなガンガン外出ないから、人混みもそんな行かないし、人混みで喋ることもないしって感じ。感染しなそうじゃない、感染しない自信があるもんとか言いながらね、ね、怖いよ怖いよ怖いよ。打とうかな。え、なんかなんか、オミクロン対応は熱出ない。あ、そうなんですね。そうなの？そう、消毒すごい頑張ってるよ私。毎日携帯と使ったものとか全部ふきふきしてます。てかワクチンってさ、打つ瞬間は痛くないと？卒業しようか迷ってる。なるほど。なんか永遠に打たんといけんじゃない？4回目5回目って打たんといけんとかな。でもまあただよね、お金かからんやろ。全然痛くないんだ。え、そうなの、消毒しすぎも良くないの。毎日消毒してる私、携帯消毒しすぎて良くないかもしれん。確かに普通に壊れそうやもん私の携帯ずっと消毒してるから。病院のベッド奪いたくないから打つ、重症、ああね、確かにね、重症化した時はねやばいよ本当に。でも最近なんかあんま聞かないな、コロナなったっていう人、私の周りではちょっと収まってきてるのかな。
ね、どうやろうか。シュッシュどう払うんじゃ。あ、そのうち有料になるのかな。そうなのか。今のうちに言っとかんといけんね。そしたら今のうちに一番のゴールにかかるのが、あ、そうね、確かにね。一旦コロナにかかったらなりにくいっていうよね。2回なる人もおるけどね。ユーカリン2回ならんやったっけ。ユーカリン2回なった気がする。違ったっけ。結構私の周りも2回なってる人多いな。意外といるのかな、2回なる人。メンバー結構2回 いるんだ。じゃあもうどうしようもないね。どうしようもないわ。なっちゃう時もあるし、なら人もおる。なる人もおるとね、なっとる気するけどね。私は普通にね。チョコミントさんどこにいるんだろう。ちょっとなんか呼んできて。誰か、お水木が呼び出ししてるって言ってて。お呼び出ししてます。そうね、重症化せん。重症化怖いね。怖いよ。気をつけてください、皆さん。病気？いいえ、卒業しないよ。当たり前です。当たり前のことしか言わんさ、私は。そんなみんながあっと驚くようなこと私が言えると思います？言えないですよ。私と一緒打たないでおきましょう。まあそうですね、今んとこ打つ予定はない。打つ予定はないですね。特には打つ予定ない。打てるの私、そもそも。なんかハグキーみたいなやつなくしたかもしれない。今更打ってもで、まあ、今更打っても効果あるんだろうけど、ちょっと考えます。そうね、海外行くなら絶対打たんといけんらしいけんさ、どうしよう。行きたくなったら。今んとこ予定はないんだけど。サッカーは天文の勝ちらしい。いや、めっちゃ当たり前のこと言うやん。お水木やん。それお水木やん。あ、聞いて、今日私ね、あの三角チョコパイ食べたい。三角チョコパイを食べたいんですよ今日。もうダイエット終わったんで。いいですか？いい？ホワイトにしよっかな。近くのマックに行こうかな。食べてないのまだ。これから。え、でも聞いて、朝から私ハーゲンダッツ食べた。でもね、あの新作のやつじゃなくて、あの期間限定かなで、なんかブリュレのやつがあって、それめっちゃ好きで食べた今日。でも新作もちゃんと買ってきた。うちはホワイト両方で。両方食べていい？ハロウィンフラッチ、え、私も飲みました。フラペチーノハロウィンのやつ。いや、紫芋ですか。飲んだ。もう美味しいものばっかり困っちゃうね。ねえ、なんか薄上手に。ただ本当にさ、あのさ、マックのパイ系ってめちゃくちゃ食べるのむずい。あのあれもアップルパイとかも、シャンプー届く。あ、お、よかったよかった。早かね、結構早くない？シャンプー早かね。今日はね、寝ぼきながらね、あのあれを見ました。本田翼さんのあのドラマ見ました。朝じゃない、昼に。君の花になるっていうドラマ
会社はブラックです。嘘、全然ブラックそうに見えんけど、なんかそんな知らんけどね。パイが服にボロボロ、え、そうだよね。しかもチョコレートさん飛び出てくるやん。あら早っ、たまちゃんとこ早いね。大分は明日ぐらいかな。ワクチンの副作用で、うわっ、看病せんといけん。峰松さん頑張ってください。看病しなきゃよ。三角チョコパイ、チョコクリーム、どういうこと？チョコだよ、チョコ。あ、いや、ホワイトってこと？ホワイトも食べたいしさ、ホワイトも食べたいしさ。君の鼻、いやいやいや鼻違い、鼻違い、鼻違い。え、サイレントも見ました。サイレントは昨日お友達と一緒にあのご飯食べながら、コンビニご飯を買ってきて一緒に見ながら食べました。赤と白です。ホワイトチョコ、ホワイトチョコ美味しいよね。ホワイトチョコいいっさ、マジで。なんかそこまで濃くないじゃん、なんか濃くないじゃん、なんかさっぱりしてて美味しい。サイレントヒルズ、サイレントヒルズってなんだ。六本木ヒルズなら知ってる。私は肉まん食べた。友達はカニクリームパスタ食べてた。この間私が食べてたやつ。そう、昨日はサイレント見て二人で感動してましたね。あら、感動するわ。そう、二人とも航空業界目指してたから、あるちょっとだけ手話できるんですよ。手話の話とかしながら、どっちを応援するとか言ってダメダメダメとかで二人で盛り上がってました。そう、感動系なんだけど、まあ恋愛物語もの、恋愛もので、そう、いや泣きおるやんって言ってめっちゃ二人で感動しつつ興奮してました。今はね、どんなお仕事だったかな、私もねちょっと把握してないんだよね。なんかよくわからない。よくわからない。でも転職するって言ってたからもう変わるんじゃないかな。そう、サッカーしか、いや、その2人を応援してますよ、ドラマの2人を。なんかね、いや泣いてない、泣いてない。2話は泣いたけど、3話はな、まあ、友達いたからかな、そんな泣くとかなかった、泣かなかった。そう、社会人頑張ってるよ。あ、鈴鹿さんこんばんは。芸能人で言うと誰？友達が芸能人で言うと誰かって、昨日昨日なんか自称ですよ、めちゃめちゃ自称、筆記とかを通ったらしい。大好きさんが、すごーい。大好きさんが、あ、鈴木優花、確かにね。最初と最後取ったんだ。何の話をしたっけ、何の話をしたっけ。私か、おめでとうございます。おめでとうございます。私もなんか頑張らんといけん、頑張らんといけん。あ、そう、自称をなんか突然よ、私は面白い子なんですよ、すごい面白い子で、自称を川口春奈さんです。絶対嘘やんとか言ってたけど、二人でなんか自称ね、自称よ、小学生の時川口春奈ちゃんに似てるって言われてたもんとか言ってずっと言ってたんですけど、実は私も一人だけ言われたことあるよって一人だけに言われたことあるっちゃん、雰囲気川口春奈さんに似とる、いや私が川口春奈ちゃんよっつって二人で対抗してました。どっちが春奈ちゃんか、お互い自称川口春奈ちゃんでも長崎出身やけん私の方が近いとか言って
超くだらんことで話してましたね昨日。シャツかわいいやろ、ドラゴンボールの。チラチラチラ、そう、この世に川口春奈さんは3人います。目の前にいる方って、私、誰もいないんだけど、お前、私ですか。まあ、似てますよね、似てるんですよ。あら、書けない、これなんで、これ書けないじゃん。あー、もう捨てよ、書けないのはね、捨てるしかない。みんな似すぎやろ。そうだよ、ドラゴンボールだよ、カリン様。佐藤さん似てる似てる似て、初めて言われた。長崎つながり、それじゃん、それだよ。佐藤さんは全く長崎出身でもないしね、大分来てた。そうなの、撮影とかかな、イベントですか。今日の私のメイク薄い、そうでもない、薄くない、なんか薄く見えるけど、そんな薄くないよ、生で見るとそんな薄くないよ。長崎で濃い、そう、濃、いや、め、いや、濃くはないな、今日全然、生で見ると薄くもない、普通だ、普通。今全然かまちさんに似なくなったね。そうですか、もともと似てなくない、うちら似てる。今日ちょっと薄めに見えるね、ラメとかがないけんね、全く。いや、宮古の方が私似てる気がする、ゆきなより。ゆきなと私似てるかな、なんか AKB の時は確かに似てるなって思ってた、思ってたけど、最近確かに思わんくなったな。うん、宮古の方が似てる気するみやこはなんか顔のパーツが似てる気がするんですよね。パーツ 1?1 じゃないな、やっぱ 目のこの距離とかかなみやこになりたいそれはちょっとあるわ、それはちょっとある。みやこは好き、みやこの顔めっちゃ好き。そう、結構周りの人で一番好きかも、リアルに知ってる人の中で。顔のパーツの数とか、本当よく言われる、パーツの数似てるねって。ゆうこちゃん生で、マジで生で見たらめっちゃ可愛いよ、生で見た方が可愛い。マジでさ、芸能人って絶対生で見た方が可愛い。ルナちゃん、ルナちゃんめっちゃ可愛かったですよ。そのルナちゃんとか本当にそう、マジで画面で見るだけでもめっちゃ可愛いとに、直接見たらもっと可愛いじゃん。顔ちっちゃって言いましたもん、顔ちっちゃすぎるって言って、内股でした大客でしょ、みゆこ大客の内股よく言ったもん、内股直したら身長があと5センチ伸びるとか言ってそう、めっちゃ大客なんだよね、みゆこ合わせてください。めっちゃ可愛かったよ、おいづき。おじず、いや、おいづきはどうかな、おいづき世界一の内股やね、確かに。内股は確かに内股よ、大客なんだよ、めちゃめちゃ。生の方が可愛く見える、めっちゃちっちゃい、ルナちゃんマジでちっちゃい、本当に顔ちっちゃすぎた、顔ちっちゃすぎてもう隣に並べないよって言った。え、思ったよりね、身長はなんか身長が低かった、思ったより。私めっちゃ高いと予想してて、予想ってか思ってたの、ずっと165とかのイメージだったから。そう、でも私が多分ね、厚底履いてて167ぐらいあったんですよね、だからすっごい大きかった。私がちょっとしゃがんで一緒に写真撮った。
や私結構大きくない？最近思ったけど 3D オイチキャシャ本当でかいんだよ私結構。ちっちゃい？みんなが大きいだけよ。えでもね昨日あの撮影の時になんかちょっとなんかちょっと可愛い系の写真を撮ってもらったの、あの洗剤だけど、そう時間余ったけんかなんかちょっとなんか洗剤っぽくないけどなんかちょっと可愛いこぶった写真とか撮ってもらってたんですよ。そしたらなんかめっちゃそのスタッフさんに小動物系の顔だよねって言われたの。なんかそのリスとかさ犬系小動物系の顔って言われたの。私がね初めて言われて小動物系か私と思って、めっちゃでかいですけど昨日も厚底履いてたから67とか70手前あるんですよ。そうなのに顔のここだけ見たら小動物感あった。確かに昨日の写真キリンに似てる。それは言われたことない。キリンはキリンはないけどマジでびっくりした。初めて言われた小動物系。でも確かにね自分で言うのもあれけど昨日撮った写真は1枚だけめちゃくちゃなんかみたいなね、なんかこういうね小動物系の顔してた。目がねなんかちょっとクリッとしててちょっと可愛こぶったら小動物系になれた。昨日初めて言われたけどね、身長高くて小動物感ゼロなんですけど。スカンクって何ですか？スカンクって何？ソースカンなら知ってるけど。とちろうさんいい糸、とちろうさんになれる。私もとちろうさんになりたい。私も小動物系の顔私好きなんだよね。可愛いよね。あ綺麗な人も好きやけど小動物系も好きだな。写真もらえるかな。なんか私の手元に来る気がしないんだよね。だって潜在写真でしょでもらえたらもらうね。じゃあスカンク、スカンクって何それ。え何それ、鳥、え何それ、見たことないな。犬っぽい、コマちゃんが、あ確かにね、確かにコマちゃん犬っぽいかも。こんにちはテイテイさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。なんて書こうかな。夜ご飯何食べようかしら。本当に仕事してま、今から、今から仕事行くと。頑張って頑張って頑張ってね。今から仕事はちょっと嫌やね。この時間、土曜のこの時間から出るっていうのは大変だ。頑張ってください。ん？ 100% クマでしたいいやん、クマ、クマかわいいやん。あずっと仕事中ですって。あ仕事しようと今、はあすごい土曜日なのに。頑張ってクマくん、頑張って。明日は休みかな。いつも夜勤で頑張ってます。夜勤してる人本当にすごい。夜勤やってる人ほんとすごい。私絶対できんもん、そんな夜。すごい、頑張って頑張って。あココアさんありがとうございます。ハートありがとうございます。これからチャーハン作るわ。まあ、笑顔ニコニコさんめちゃめちゃ料理が上手なの。本当に料理が超上手。みんなみんなにこれからチャーハン作るわ。作るってすごいな。私もちょっと、ね、今日ぐらい作りたいんだけど。
仕事見つけるよ。ニートです。チャーハンいいな。チャーハンいいよ。チャーハンね、最近冷凍チャーハン美味しくてよく買ってる。簡単やし、時間ない時とか食べてる。お仕事行こうって、あ、お仕事なのこれから。違う、頑張って。ん、何それ。唐揚げ食べ終わりましたって。私さ、ダイエット中にね、ずっと唐揚げの食べる動画を見てたのだけ。めっちゃ食べたいんだけど、いざ解禁されると食べたくなくなっちゃったんだよね。なんでやろう。すっごいお腹空いとる時に見る唐揚げと、そんなお腹空いてない時に見る唐揚げじゃなんか全然違うく見える。体調悪いって。大丈夫ね、大丈夫ね。3時頃にラーメン食べてきました。ラーメン美味しそう。ラーメンもめっちゃお腹空いとる時に食べたら、もう本当に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 美味しい。大丈夫ねだよ。アリンコさんこんばんは、こんばんは。夜勤やらされてました。え、社内で一番？なんで？なんで？夜勤上手ですねって。上手ですね。え、そう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 、そういうことよ。お腹空いて夜中にめっちゃ食べたくなって、よし明日起きてから食べるぞと思って起きたら、あれ、なんかそんな食べる気なくなったな。ダイエットの時とかね、もうその戦法よ。一旦寝るさ。明日美優子に会ってきますけど、なんかあります？あ、私結構美優子のメイクをね真似してるんですよ。ちょっと真似してるんだけど、あの言ってほしいこととかじゃなくて、美優子のマスカラを見てきてほしい。マスカラ、まつげがバサバサしてるかどうか。この間会った時超バサバサだったので、そのまつげめっちゃ可愛いわと思って真似してたんだけど、最近私マスカラそんなバサバサにしなくなったんだけど、みゆこまだバサバサにしてるかなって気になった。見てきてください、まつげたくさん塗ってるか。え、そう、みゆこのまつげがめちゃくちゃ上手なの、塗り方が。ちょっとみゆこのメイクをね見たいな。私パクリだよ、めちゃめちゃ。マスカラ本当に上手に塗るんだよね、綺麗に。マスカラって意外と難しいんだよ。ほら見える、このこれ一本一本ね、塗るときにね束になったりするんだけど、ちょっと見てきて、みゆこのメイクを。ってことで、じゃーん、ブリントザースポーツカーありがとうございました。オフラインで会える日を楽しみにしてます。ブリントさん見てる。早くオフラインで会いたいですね。皆さんありがとうございます。スカニウェデさんですよ、あなたは。あ、ブリントさん、じゃーん、じゃあスクショ撮ってください。どうよ。そうね、フミティさんより早い可能性はありますよ。全然ありえるかもしれない。ちょっともうちょっと低くこうしてもいいか。こうしてこうして、イエイ。どう、オフ会いつ。そうだよね、私がちょっと計画を立てないと。会えるもんも会えないですからね。待ってて、待っててくれ。イエーイ。最近の流行りのポーズを教えてあげよっか、みんなに。ギャル、これギャルポーズが流行りなんでしょ。ちょっと不慣れですけど、私はちょっと
こういうことすると小指が立っちゃうな。難しい。ギャル超かわいい。ギャルどう？どうよ、どうなの、上手やろ。集まる機会を私も求めている。ちょっと作ります、楽しみにしてます。グー出したので勝ちました。やめて、顔も決めてください。どど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 、今日かわいい、え、今日かわいい、本当ありがとうございます。調子いいわ。じゃあ、あ、かわいいって思った。照れるやんか、そんな褒められたら。褒めんで、褒めて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 。流れてなかった、拾っちゃった、ごめん。照れますね、可愛いって言われると。今日天使みたいって、おろー、嬉しか、白い服着たら天使になれっと。可愛いって言われる、いっぱい可愛いって言われると嬉しいわ。嬉しか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 。スライドしたら可愛い人いました、ね、それ錯覚だよ、錯覚。錯覚。そう、黒髪にねしたんだけど、え、でも若干なんかほら見て、ちょっと明るいよね、茶色茶髪だよ、ね、やばい、友達からついに連絡が来ました。泣くほど可愛いって、嘘ばっかし、泣かんやろ。ちょっとお水着は奥底にしまいました。あ、歌おっか。じゃあ、あ、歌う歌う、イヤホンあるっけ。じゃあ、あ、おっと、歌でも歌おうかな。目やけど。あれ？これってさ、エアポッツで歌って歌えるんだっけ？でも歌える曲ないな、別に。特に。歌いたい曲もないしな。歌え、電話もできるの？そうなの？いや、なんか歌える曲ないな、そんな。そんな、なんか、最近の歌知ってる曲ある？生まれた時の歌、2000年ってこと？なんか2000年？メロンパンナちゃんの歌ぐらいじゃない？それ2005年だな。メロンパンナちゃんの歌リリースは2005年だもんな。回復失礼しまーすって。もぐりんさん、こんにちは。はじめまして。尾上みずきです。よろしくお願いしまーす。え、そうなの？全然使いこなせてなかった、アプローチ。通話もできるとって。すごすぎ。2000年って楽しかったな。え、ほんと？ 2000 年どんな、あれか全然違うから。ツンツンありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃ、ツンツンしちゃおう。ツンツンしますよ。ツンツンタイム。はい、ツンツン、はい、ツンツン。あれ？ツンツン、ツンツン、ツンツン、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 見てくれてありがとうございます。ツンツン来てる？ツンツン来るとなんかさ、なんか、ドキッとするよね。私もね、たまに他の配信者さんの、あの、配信者さんの配信をね、ちょっと勉強がてら見てるんですね。そう。で、コメントしてないけど、突然ツンツンって来たら、わっ！ってなる。わーって。なる。100人超えてるの、この配信。これも。そんな。ありがとうございます。
ツンツン祭りじゃん。ツンツン祭り、ツンツン祭り、ツンツン、ツン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 ツン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 、ツンツンツン、ツン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 、ツン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 、ツンツン、長崎帰りたくなってきた。なんかツン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 って言ったら、なんとなく、関係な、全く関係ないね、長崎とツンツン、ツンツンツン。100人も見てくれとるわ。ありがとうございます。ツン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 。ツンツンツン。よし、ラスト1人。ルイさん。ツンツン。ファンピの皆様ありがとうございます。ポイント入る。え、そうなの？そんな、そんな、あるのか。最強ツインテール。ファンピはよくわからんじゃん。ファンピ、ファンピ。ちょっと歌おうと思ったけどわからんわ。そろそろ感謝してください。昨日は皆さん本当に応援してくださってありがとうございました。ちょっと結果は2位。2位で、得点っていうか、YouTube コラボには届かなかったんですけど、すごく楽しいイベント期間になりました。ありがとうございました、皆さん。次こそは、サッカーで、TikTok でバズれるように頑張るので、温かく見守って応援してください。いいねと、コメントと、お願いします。TikTok は今日ちょっとさ、何でイヤホンつけるとアニメでちょっと着てない？着てるやんか。嘘、嘘ばっかり。ツンツンできなくなってる。ツンツン押してるけれども、このことのかな、それか、まばたきした瞬間に来たか、そんなことないか。なんでだろう、なんでだろうか。みんなしてるしてる。それ昨日一昨日ぐらいに載せた TikTok の2回撮ったの。それが1個あって、もう1個あるから、それをちょっともう一回出してみようかなと思います。まあ何の変わりもないんですけど、変わり映えないんですけど、そう2テイク撮ってもらって、そう通信不良で来ない時、え、そうなの、そうなの。あ、 KT さんもツンツンしてなかったみたい。あら、そうでしたか。じゃツンツンされてない人、あ、ロッキーさんも、ノブさんも。そう、でもマジで何の変わり映えもないんですけど、とりあえず一応投稿するので、皆さんチェックよろしくお願いします。ちょっと顔ちょっと違う、何も違う、表情が違うぐらい。あとリフティングやってる。ピカチュウ導入、ピカチュウリフティング系、もうサッカー系でね、そうニコニコさんのアドバイス通りやってみようかなと思います。うん、え、躍動、躍動、そうなんだ、面倒だ、面倒だ。私の TikTok を見たくないんですか。リフティングレベル 100% で、そうね、ちょっと頑張ります。もうちょっといいの、いい技ができるように。みるみるみーみる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 でん、逆立ちしながらね、どういうこと、どういうことそれ。逆立ちできるかな。あ、てか逆立ちする夢見たわ。逆立ちする夢見たんだけど、何してたん私、逆立ちして。
めっちゃ逆立ちする夢見た最近。やだ、座ってリフティングは思い出したくない。逆立ちできよったっす昔。でも夢の中でも見しよった。あら、似たように決まってるだろうって。ツンデレやね、ツンデレやね。サーカスに就職、私サーカスめっちゃ好きさ。サーカス見に行きたい。じゃあランキングを見ますね。第1位、これ誰なんだろう、買ってねって、金村美久さん。金村美久さん誰？かっちゃんかよ、かっちゃんかよ、かっちゃんありがとうございます。第2位アーリンさん、ありがとうございます。あ、金村さんなのか。すいません、すいません、金村さん失礼しました。第3位サッタンさん、ありがとうございます。第4位ブリントさん、ありがとうございます。第5位アリンコさん、ありがとうございます。第6位3秒ルールさん、ありがとうございます。第7位クボくん、ありがとうございます。第8位 662BPM さん、ありがとうございます。第8位コマちゃん、ありがとうございます。第10位大好きさん、ありがとうございます。第10位ミニミニブーブーさん、ありがとうございます。第12位セタンカさん、ありがとうございます。第13位ココアさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ねえ、なんでだろう、ガニベネさんのツンツンはなんでだろう。でもツンツンしたことになってるんですよ。もうこれ以上できないんです。スクショを送りたいぐらい。もう押せないの。ツンツン一回やったら。一人一回しかさ、私押せないシステムなんですよ。すいません。なんか通信不調だったら。ってことで皆さん、もう一枠30分ぐらいかな、40分ぐらいできそうなんで、もう一枠します。4枚ですね。4枚で裏表あって8枚かけます。8枚だった。あと5冊買えばいい。確かに、そしたら計算でいい、計算でいいけどね。そうしたら、そう、ホワイトボードが裏表かけるのが4枚あるから8枚かけるね。え、ゆゆいどこ、あ、え、あの、すいません。知らないです、それを。二刀流で消す。ウェッティ長くないよ、1枚ずつ。2枚やもん、2枚やもん。っていうか、あっという間にも今年も終わりそうね。そんな気がします。もう1年が早、あっという間で、あっという間だね。あ、サッタンさん、ありがとうございます。推ししか勝たん、カタン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 。終わっちゃうよみんな、終わっちゃうけどさ、まだハロウィンとクリスマスとあるよ。ハロウィーン、ハロウィーン、早く終わってほしい。え、そう、そんなことある。なんでなんで、来年楽しみなことがあるとか、そういうパターンかな。ハロウィンなんかすんの、そうしようかなと思ってるんだけど、全然計画は進んでない。来年年末は毎年辛い。え、なんで毎年、なんで年末。え、でもさ、楽しくない、なんかおせち料理食べて。あ、それ正月か。ハロウィン月曜日か。年中に2000人どう。え、でも最近すか、あ、そういうことね。来年のオフライン見たら嬉しい。私のことやったとか、なんか嫌なことがあったかと思った。あ、なんか嫌なこと、そう、今年、そうだね、来年2月かな、5月かなって感じ。別にまあ正直そんなに、その何、クリスマス、バレンタイン、誕生日にこだわらんでもいいとかなとかも最近思ったりする。いい口実ではあるなっていう感じだよね。4人でクリスマスパーティー、懐かしいね。全然集まれそうやけど、忙しいんかなみんな。あきさん、フォローじゃない、ありがとうございます。ハートありがとうございます。
何時ぐらいに登場ですか。いやそんなあれ今日なんかゲストでゆいゆいさんとか言ったかな私。うん、あジストさんありがとうございます。ブラウン4人は尾上家、え違うでしょあれでしょ同期の4人でしょ多分。あ猫耳なんて猫の日に合わせるのはあんまおらんけどね。おる渾身の入室ありがとうございます。渾身、あ私のためにまさかひらがな打ってくれたん、ありがとうございます。ジストさんよろしくお願いします。今年中はねオフラインかな、あオンラインかな。浜辺さん同級生で同い年、知らなかった、最近結構最近知ってびっくりした。同い年なの、大人っぽく見えるわマジで。ちょっと探してくる、探してきてください。何をデミマンとソラノン、デミとソラノンはあのマジで会おう会おうって言って会えてないけど、最近ついにあのちょっと休みってか忙しくなくなってきたのかな、コンサート終わって。で今計画立ててます、いつ遊べるか。そうあとは中学で上履きかかとを踏んでる、え何の話踏まない派です私は。そうだって歩きにくいから単純に。なんだっけ、そりゃそうよ、ハワイのみーちゃんだよ。もう落ち着きすぎても格好か、可愛かし格好かし。そうお水木振りそうなんでしょ、ちょっとうちのおかめちゃめちゃ厳しいけど。セアノンはもう帰ったんじゃないかな、確か帰ったんじゃない、もうその今ないでしょそんな劇場も終わって。セアノンとも次来た時ぐらいに会いたいな。あとはあの何だっけ、多田京香さんとも来週ぐらい再来週ぐらい会えたらいいなって言ってます。あサイバさんこんばんは、こんにちは。あ DM 見ましたよ、ありがとうございます。君の上履き欲しい、え私の上履きめちゃくちゃちっちゃい、上履きって一サイズちっちゃいの履くよね、え私だけ。水木ルームはひらがなじゃないと伝わらないですよ。あそうですね、まあ、ルームぐらいはカタカナでも大丈夫ですよ上履きが臭くないはず。で上履きって何、中学上履きだったね確か、高校はスリッパだった。高校のスリッパはなんか2回変えたかな、え変えたんだよね、なんかスリッパてか、うち高校の上履きっていうかスリッパは今実家に普通にスリッパとして使ってる、尾上って書いてるんだけど、え韓国スリッパなんだ、私もじゃあ韓国に似た学校だった、そうサンダルみたいなスリッパみたい、でも絶対スリッパの方が良くない、なんか夏とかさ楽じゃない、夏とか超楽。私野口言います、え言います、野口カタカナでも読みにく。スリッパ盗まれたことある、スリッパはない、スパイクはあるいつも体育館シューズでした、えーキュッキュってなりそう、スリッパだと廊下走れない、あー確かにそれ防止のためのスリッパやったんかな、違うか、いじめゆくな、私のね私中高あのいじめ見たことないんですよね、いじめられてる子も見たことないし、なんか噂とかも聞いたことなくて中高だから、いじめっていうのは知らない、私の見えないところとか知らないところで当てれたのかもしれないけど、基本的に私のあのあれにはマジで全くなかったの。あ読みやすいんだガニメでさ、カタカナの方が読みやすいんですね、そう私そうなくて、だからなんか
なんかアニメとか何漫画とかの世界やと思ってたんだもん、ずっと。そうびっくりしちゃった。いじめるが確かにね、気づかんとかもしれん。 いじめてないですよ私は絶対に。やめてそのコメント、私がいじめてるみたいじゃん。中学とか、いやマジでいじめは良くない、いじめは良くないマジで。でも全くなかったの私中高、聞いてこともないそういういじめとか。なんかすごいすごい本当に恵まれた環境だったのかなって思いますね。すごい平和だった中高どっちも。部活とかもなかったし、部活のいじめとかもないし、クラスとかもないよ、クラスのなんかもなかった。ただなんか男の子がこう喧嘩とかはしてたけど、それはいじめじゃないでしょきっと。漢字難しいの、あ全然カタカナでいいよ。アニメでさ全然読める、カタカナ、あカタカナ読み当たり前けど、全然カタカナでいいよ、打ちやすいやろカタカナの方、カタカナの方が打ちやすい方で全然。怠慢殴るやつ、そう男の子とかは普通にこう喧嘩とかはしてるとか見たことあるけど、全然見たことない私そういじめとか。長崎平和なんじゃない、そうでもない、そう。お水着は漢字でおく、お水着なんでなんでローマ字がいいんですけど、あローマ字、あローマ字、あでもローマ字も読めるよ私。君の上履き欲しく、さたい欲しくない、いじってるだけって言い訳、あーね、あそういうことか。あでも確かにね、そのいじりがさ、あのエスカレートしていじめになるってやつか。なるほどね、はあ、私がいじられてるやばい気づかん、また私そういうの1対1ってことね。なるほどね、1対1で喧嘩してて、男の子は見たことある。そんでもなんかケロッとしてるんだよね、次の日とかは、次の日とかにケロッとしてて、あれ喧嘩してたんじゃないのそこの人たちとかも。会社でほとんどの人がいじめる、マジやだ、パワハラですか、パワハラ言っちゃえ、やめてくれそれは言えんよね、そんなね。やめて、尾上さんはねめちゃくちゃ平和主義ですよ、平和主義。あのね平和主義っていうか、あんまりね人に私好感度下がるけど、本当にあんまり人にこうあのあれがないな、あんまりこうあれすることがなかったんですよね。そうだからどこのグループにも所属してないの私、中高基本的にずっと一人だった。別にそのあの悲しい一人じゃないよ悲しきから一人に、悲しい感じで一人いるわけじゃないんですけど、そうなんか群れるのがあんまり好きじゃないっぽくて、そう基本ずっと一人で行動してた。なんか体育か、まあ一人っていうかみんなといろんなところにいるみたいな感じ。そう移住あんまりそんなね、なんかそんななかったかな、なんかこうそんながっつり絡みみたいなの、一匹妖怪じゃない、どこのグループにも特に所属しないような女子でした。でもどことも結構なんかみんな仲良くしてくれるから、そうそれで行った。なんかね3人ぐらいまではいいんですけど、私ね4人ぐらいになるとなかなかね、なんかねちょっと苦手なんです、大人数でいるのが。そうそうだから2人とか3人とかやったらいいっちゃけど、そうでもみんな仲良かった、みんな受け入れてくれる、受け入れてくれるみんな仲良しって感じ。そうまあラグビーちゃんとかは中高一緒だからずっと一緒行ったけど、夢の国偶数、そんなそうね確かにね、乗る時とかやろう、ジェットコースターとか。そうね
中高一貫校じゃないです私。4人部屋でも4人偶数の方がいいよ、遊ぶ時は。そう私でも結構あるかもしれん。そしたらなんか色の八方美人みたいな、こんな感じになっとったかな。どこにでもなんかさ、どこのグループのとこにも入っちゃうようなタイプなの結構あるじゃんクラスでこういうグループ、いろんなとこ行ってた私そういろんなとこ行ってたよ私ずっと。そう別に男女関係なくみんなと仲良くしてました。そういけど放課後なんか、放課後プライベートで遊ぶ子は結構少なかったかも。そう思った。左耳こっち、あそうみんなに言いたいことある。私結構これいや分からんけどめっちゃみんなと仲良かった。めっちゃ仲良かったよ。ぴょんこさんですか。ぴょんこです。私放課後告白、放課後、まあ、告白はされたことあるけど放課後かしらそうピアス開けたいの。撮影がねもうある程度、あ今のところねなんかないんですよ。ちょっと今のところね、今のところそのなんか撮影の予定がねないの今この先。そうだからピアス開けたいの。そうだけ今日か明日か開きたいんですよね、お友達いる時に早く。そうめちゃくちゃおしゃれしたくて、そう耳めちゃくちゃピアス開けたい。そうなんです。でもね前開けてるから、えじゃあだって自分で開けたくないけんさ、お友達に開けてほしいさ。髪やねえ、一時黒かな、鼻はいたか絶対に。そう全然開けれてなくて、でも可愛いやんピアスってっていう話を昨日話しよってから、やっぱね可愛いんですよピアスは。ピアスが可愛くて開けたいの。軟骨痛いよ、軟骨痛い、唇も痛いよね、唇痛いよ。ピアス怖い？全然痛くないですよ。でも痛くないし可愛いし。そうピアスで嫌っていう人いる？逆にって思っちゃうぐらい。チャラく見える、チャラく見えるってさ前言われたの。チャラく見える、なんかさお水着牛っていうかあのファンの方に言われたんですけど、え認識の違い、認識の違い、そうだなと思いました。なんかチャラく見えないんだけど私、普通におしゃれじゃん、可愛いじゃん、なんか大人の女性って感じしない？ここにさなんかキラキラ光ってる、なんていう、ジュアジェジュジェジェアジュアジュジェジェアリーだっけ、ジュエリーだ、ジュエリーだジュエリーっていうか、こうなんかさここにさキラッとしてるのさめっちゃ可愛い、大人の女性って感じで超憧れるんですよ。そうけどなんか多分なんかこうなんかちょっとチャラいのを想像しちゃったのかな、でチャラくないみたいに言われて、そうえなんか私が思ってるピアスと違う気がすると思って穴開けるってボギサだよ、穴なんて穴開けるって穴開ける爪切るじゃん、それと一緒だよ髪を切るじゃん、違うの、それと一緒だよ、変わんない変わんない。いやそうなんかでもそのピアスの選び方ってか、ピアスのつけるピアスによってさ確かにそれ印象変わるなって思いました。例え下手すぎイヤリングじゃダメなんですかって、これはね昨日お友達とめっちゃ話してたんですけど、イヤリングじゃダメとかじゃなくて、あのいそうだよ、あのいそんなさこの大きいさあれだったらそうちょっとまた違ってくるけど、その画鋲みたいなもんじゃん、ここに刺すみたいな、画鋲だよあれ。あそうビデオアツさんのその写真耳開いてるんだけど、
それぐらいの、そう、いやもう普通のあれよ、普通のピアス刺すだけの、穴開けるっていうか、まあ、画鋲を刺しとるみたいなもんじゃない。そう、おかんめっちゃ開けてさ、うちのおかんでも2つ、ここ2つだけよ。でもなんかうちのおかんがさ、それこそもうめちゃめちゃ可愛い、ここになんかジュエリーをつけてたりするんですね。でもけどさ、こうキラッと光ってるおかん見るとなんか大人っぽくていいなってめっちゃあれする、憧れる。シンプルがいいよね。私もシンプル、なんかここちょっと耳なんか輝かせたい。おしゃれだよねっていう話をしてて、ちょうどじゃあ、そうそう、イヤリングと、そう、なんで知ってるの、コウタロウさん、女の子。イヤリングね、いいんだけどね、種類が少ないのよ。でピアスは種類がめっちゃ多くて、何、これめっちゃ可愛いと思って欲しいって思ったもの、大体ピアスなんですよ。そう、イヤリングとねピアスね、全然種類の豊富さが違う。そう、いつも欲しいと思うの毎回イヤリングのピアスなの。うわー、昔探しました。なるほどなるほど。マジでさ、欲しいと思ったのつけれんの結構嫌よ。別にイヤリングやったらさ、開けとってもイヤリングはつけれるけんいっちゃけど、そう、産んだらね病院に行かんといけん。そうなんだよね、それが大変なんだよ。作れば、イヤリング作るのもあるよね最近。小指にも開けるかい、痛すぎるやろ。そうよ、最近はなんかあるっぽいよ、イヤリング作ったりとか。そう、産んだりするのがめんどくさくて毎回。あ、スーさんこんばんは、今日早いな。そうでしょ、え、そう、めんどくさいんだよ、それが。それはある。そう、前は産んでやめたの。そう、ほどほどにお手入れはしなきゃなと思います。今日前、3年ぐらい前に開けてた時はめちゃくちゃ手入れしてたの。それがちょっとダメっていう噂も聞いたんで、ちょっと様子見ながら。そう、めんどくさいよね本当に、この手入れが一番めんどくさい。そう、何もせん、なんか自然治癒力みたいなのに頼ってもいいっていう説もあるんで、ちょっと様子見ながら。で、嬉しいな。しすぎも良くないって言いますよ、その消毒のしすぎは。そう、過保護は良くない的な。なんか自分でそのピアス、そう、何もせん方がいい説もね聞くんだよ。人間のこの回復力みたいな、その、なんだっけ、なんとかホール、ピアスホール、なんだっけ、え、ピアスホールだっけ、なんだっけ、あるじゃん、こう、まあここに開けるとするやん。それでここの、ここのさ、ここのさ、この何、この皮膚がね、ずっと消毒しとったらずっとここがあれするんだって、治らないんだって。そうで、固まらないんだって皮膚が。そういう噂を聞きました。だからある程度放置してないと自分で治そうとして固まらんらしい。難しいね、どっちにしよう、どっちにしよう。でも痛くないよ別に、産んだってここが痛くないんですよ、そんな。ただ耳がちょっと赤くなったりとかは、する、耳が熱くなるとかはあるんですけど、そう、特に痛くないからって感じですね。あ、保湿とかもしなきゃいけないのかな。あ、臭くなるのかな、え、わかんない、匂い嗅いだことない、みんなに。臭くなるの、あ、確かにね、もう産んだりしたら臭くなりそうだね。さあ、耳の赤か、え、痛くないと思うよ、痛くなかった前は、私がした時は全然痛くなかった。ガチャンっていう音がちょっと怖いだけで。え、でもさ、なんかさ、でもブリントさんとかガニメデさんとかのとこはどうなんだろう。海外ってさ、韓国とか、え、あ、違うか、
アメリカとかはさ、もう赤ちゃんの時に開けるじゃん、女の子みんな耳。そうだから私マジで、えブリントさんのとことみんな大人になってピアスって開けます？アメリカはさ3歳ぐらいの時にみんな開けるんだよね。1歳か、1歳だっけ。私がさよく YouTube 見てるポロポロちゃんも開けてるもんね、アメリカ行って小学生。そう、海外はね小学生の時に開けるんですよ耳を。そうそう、マジで文化の違いだね。でポロポロちゃん開けてるもん耳、可愛いなっていつも思った。赤ちゃんみたいな。じゃあ間に合うか私。じゃあ間に合う私も今から。ギャル好き海外え計画まで。ギャル好きはもう諦めたよ、黒髪にしてした時点でもう諦めた。いやでも私も海あのあれやったか、子供の時に開けたかった。子供の時に開けとったらさ楽勝やん。なんか今開けるよりちっちゃい時に開けとってもらった方が楽、なんかいい気がする。聞いたことない、本当。今日も可愛いな。ではカヨ、カヨいるじゃん。ロングブーツ早く、ロングブーツ好き？私ロングブーツ好きなんですよすごく。けどリュウさんが嫌いなんですよめちゃくちゃめちゃくちゃリュウさんがロングブーツアンチで、なんかロングブーツ履いてる女子嫌だってずっと言うの私にいいやん別に、別にリュウさんの好き嫌いそんないいもんって言っちゃけどね、わかんない。でも意外とそう、私の幼馴染とかも男受け良くないよロングブーツとか言われて、えそうなのみたいな。アンチだった、ロングブーツアンチ。なんやろうね、なんかロングブーツ、あ足くそそうなんかロングブーツはねあんまりなんか印象良くないみたいな言ってた。それこそさ、そうあのギャルっぽいからじゃない、ギャルっぽいからかな、ちょっとチャラく見えんのかな、分からんけどね。苦手みたいな言ってた気がする。臭く、え臭くなる本当。あと私めちゃくちゃ代謝悪いからさ、汗かかないからそんな臭くない気がする。リュウさん男の生地、そうね、あんまり私周りにリュウさん以外いないから。幼なじみはまあいるけど、そう、その幼なじみとリュウさんが基準みたいなとこあるかもしれない。厚底、そう厚底だからかな、かっこいいよね普通に。履くの、あなるほどね、確かにお店とかでさ靴脱いでもう一回履くってやつめちゃくちゃめんどくさい。 あっという間に30分。水ぶくれはでき、水ぶくれが一番嫌だよね、地味に痛い。えそうなの、10円玉入れとけば臭くなる本当。え確かにブーツはね、なんかまあまあ分からんこともないけど、私代謝悪いけ汗かかん全然。鼻炎系の服装なんだそれむず。じゃあそろそろ30分、あと5分ぐらいしようかな。5分ぐらいしたらご飯食べ行く、お腹空いた。どうはしょう、え本当初めて聞いた、そうなの。元から臭いのは意味ないね、なんでよなんでよ、臭くないよ。ボードは一人で、あそうなんか全然進まなかったね結局。いやじゃ消すの、消していいか消してダメかの判断がね分からなかった分からなかった。ちょっと待っとってもうちょっと、よしよし、ちょっと気合を入れてやらないと。水木よすいませんっていうことで、今日も本当にありがとうございました。感謝祭って言いながら特に何のイベントもなく、いつものダベった配信になっちゃいましたけど、昨日は本当に応援ありがとうございました、ありがとうございました。2位、素敵な順位をありがとう。2位、 YouTube で見る、見てやらないんです。え
YouTube で、あ、見られないですけど。良いお年を、良いお年を、良いお年をです。ちょっと花火、今日花火大会あると？そうだよ、幸運の数字よ。なんすか。マジ部はね、あーでもまだ聞いてない。週末、週末じゃない、え、大人ってる、本当、歯並び大会、歯並び大会、月曜日に聞きますね。週明けに聞いてみる。ないよね、意外と出てこんよね。探そうと思って探したら出てこん。たまに突然出てきたりするけど、でも私も全然 TikTok も YouTube も見てるけど出てこないです。全然魔人ブー、魔人ブー何の話、あ、それも聞かなきゃ。最近平和、なんどこが、どこが平和なん。確かに平和かもしれん。え、平和っけ、世界平和ってこと。そういう、意外とね、狙ってみるのって難しいですよね。突然ポッて出てきてわーってなるときはあるけど、見えない肌身の男とか確かにね、そりゃそうや、見たくなる。入浴は朝です、おはようございます。かっちゃん、これかっちゃんやろ。あ、 CM じゃ、テレビ CM じゃないよ、広告ですから。あの SNS 広告って聞いてます。じゃあ皆さん、ランキングを読みます。第1位スーさん、ありがとうございます。第2位コモちゃん、ありがとうございます。第3位ニコニコさん、ありがとうございます。第4位ブリントさん、ありがとうございます。第5位大輔さん、ありがとうございます。第6位ありんこさん、ありがとうございます。第7位峰松さん、ありがとうございます。第8位あきさん、ありがとうございます。第9位かっちゃん、ありがとうございます。第10位サタンさん、ありがとうございます。第11位野口さん、ありがとうございます。第12位エレメンチさん、ありがとうございます。第13位カジラフォンテさん、ありがとうございます。第13位リュウさん、ありがとうございます。うまくいかなかったので不手にしますって、あらまあおみの意見を無視して仕事してきました。うまくいかなかったほら、やっぱりうまくいかんけんせんでよかったっさ。嘘嘘嘘、お疲れ様、お疲れ様。もう帰って寝ましょう、みんな、みんな何食べるかな、全然決まっとらんけど今から決めますね。皆さん今日もちょっとに2話2枠も配信しちゃったけどありがとうございました。おやすみ、ご飯食べてくるね。さよなら皆さん。